東京ナンバーワンかわいラジオかわらじ、本日のゲストはラベンダーの田中玲奈さんと魚住ゆきさんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいやいや、ジャパンポップカルチャーカーニバルありがとうございました。ありがとうございました。ね、どうでした？すっごい楽しくて、なんか楽しくてって普通に簡単に言えるじゃないですか、はい、でも本当にそんな事件じゃなくて、レイナにとってはすごい大切な一日になったんですよね。本当にありがとう。本当にすげえ、田中、俺の人生を変えた田中玲奈ちゃんの逆に俺が影響を与えてしまったと。すごいです。そうですよ。え、普通に、え、話していいですか？ちょっと、いいですよ。あの、なんか、まあ、桜井さんと、まあ、結構あのお会いしてるじゃないですか、でも最近仲良くなったじゃないですか、でそれでこういう場を開いてもらって、で松の森のホールは、そのモーニング娘。のコンサートで結構行ってたとこで、いやモーニング娘。時代はその行くことが当たり前だったけど、あ松戸か、OK みたいな、なるほどね、松の森のホールかみたいな、もう楽屋も知り尽くしてるんですよ、地下は電波がないとか、そういうのはもう知り尽くして当たり前のように行ってたんですけど、そのラベンダーとして、その初めて松の森のホール行った時に、なんかこう、ホールの良さじゃないけど、なんか久々に自分が帰ってきたんですよ、自分に。へー、なんかわかりますか？なんかこうライブやっぱり好きだっていう、あの感覚が、もう久々半年ぶりぐらいになんか蘇ってきて自分に。やばいじゃん、ラベンダーとしてのある種ね、一個ステップ上がったわけですね。そうですね。ねえ、はい、ちなみにあのジャパンポップカルチャーカーニバルを説明しないとですね、分からない人に分からないので説明しますと、なんかアニメとか、アイドルとかのそういうね、たくさんイベントはあるんだけど、海外でいつも僕がやってるイベントってもうなんかザ・日本みたいな感じで、いろんなジャンルをの人もね、集めて、これぞスペシャルみたいなライブやりたかったんですよ。それでこう日本の誇る ね、 ね、で、非常に桜井があの愛するですね、皆さんにご協力いただきましてですね、ジャムプロジェクトの皆さんとかですね、ガスメタルちゃんとね、コラボするとかですね、ね、ラベンダーの皆さんとかですね、総出演していただいた、イベント、豪華すぎる、河原地にしかも全員ゲストに出たことがあるという、ほとんどね、本当ですよね、イベントで、すみれちゃんもいっぱい歌いました。そんなライブだったんです。はい、ライブがそこでまた好きになったと。もっと好きになったってことですね。そうですね、まあ、ライブは元から大好きだったんですけど、そのラベンダー一本になって、なんかやっぱこう、なんていうんですかね、正解が見つからないかったんですよ、ずっと。あ、バンドとしての葛藤だ。そう、なんか、だからライブハウスでずっとやってたんで、なんか大きく動くと手当たるし、上とか横になるほど、それでなんか出し切れてなかったんですよ、やっぱり、でもそのホールに久々に立った時に、走れるとか、そのマイクに線ついてないこともなんかすごい嬉しくて、レイナは。あ、そう、なんかライブハウスってやっぱ姉さんがギターで前に来た時とかにもう線同士が絡まったりしてすごい大変で、それも一つのストレスとかだったんです、レイナの中で。本町にあみたいな、でもそういうのもなく、なんかこう自由にお客さんを煽ったり、お客さんと一緒になれる場だったんで、すごい楽しかったですね。なるほどね。そうか、今まで当たり前だったものが当たり前じゃなくなったことに、そう、気づいて、でそれがさらにやっぱ次の目標が見つかったっていう、そうですね、感じなのかな。もう一回開いてほしいです、だから桜井第二回を。いや俺も開くけど、あのラベンダーとしてホールでね、ぜひまたガンとね、ね、行きましょう。それです、両方やりましょう、両方ね。さて、ゆきちゃんどうでした？はい、あ、もうすごい楽しかったです、あの、ホールってやっぱり経験数が少ないので、私は、あの、ライブハウスでずっと活動してきてた人間だったので、あの、久しぶりにサイリウムを振ってるお客さんを目の前にした途端にとても緊張してしまい、だがしかし田中さんはとても輝いた顔をしていらっしゃって、なるほど、あの、ちょっと裏腹な感じでした、私は。なるほどね。いや、全然そんなこと、もうなんかすごいかっこよかったです。舞台袖でずっとね、MC の我々は見ていたんですけど、本当にかっこよくて、皆さんが、ありがとうございます。1階から3階まで全ての人が盛り上がっていて、はい、ね、でもなんか線が絡まるとか、そうか、そういうこともあるんだなって改めて思うよね。そうで、バンドってそうなんですね。確かにそうだよね、一人で歌ってるとシールドがね、こう伸びてますからね、絡まっちゃうとね、タコみたいな状態で、ね、クルッと回ったりしない雲とかね、場所に戻れないんですよ、自分の場所に絡まってしまうとか、知恵の輪状態に陥るわけね。そうなんですよ、しそうですね。一回あのボーカルの、もう一人のボーカルの岡田まりなの足に絡まってしまい、自分の場所に戻れない時がありました。なるほど、はい、あの他の出演者の皆さんどうでした？かっこよかった。なんか、
やっぱ歌に迫力があったりとか、うんうんうん、ジャムプロジェクトさん、はいはい、影山さん、はい、の歌とかを、うん、やっぱこう楽屋とかでもずっと聞こえてくるんですよ、うん、で楽屋にいると、うん、あのホールで聞くよりもあのエコーかかってなくてクリアで聞こえてくるんで、うん、なんかより凄さが伝わるっていうか、ね、あそうかやっぱ歌声すごいなと思います、ね、なるほど。ゆきちゃんどうでした？いやジャムプロジェクトさんはもうすごい前から大好きで、うん、ライブ映像とかも見させていただいたんですけど、うん、もう目の前にしてしまったら本当に心が震えました。わかるわかる、はい、心臓が飛び出そうでした。わかるわかる。こっそり客席に行って私一人で見てました。行ったんだ、はい、ずるいな。泣き出して見てました。それはいいとこで見えますね。いいな。我々はずっと袖でね。でも袖で見るのもねまたね。そうなんですよ、ね、どうすみれちゃん初めてラベンダーと対バンですよ。対バン対バンですね、うん、うわーなんかこう本当にこういうJPCC、略すと JPCC か、うん、みたいなこのジャンルを超えたフェスティバルがないと絶対にこの一緒にはこうご一緒はできないような皆さんだったので、ラベンダーさんもそうですし、だからこう私こうあの音楽活動みたいなものを始めてまだ半年ぐらいしか経ってないのに、そんなそうそうたる皆さんとできて本当に楽しかったし、あの普通にお客さんとして楽しかったですね。はい、見てて楽しかった。見ててね。でラストですね、あのステージ全員でですねジャンプロジェクトさんのスキルというのをですね、うん、やったんですけど、はい、こうラベンダーとかアーバンリアルドとかですね、アップアップガールズとかですね、ポッシボーとかですね、うん、ジャンプロジェクトとかで、はい、みんなでステージで上坂すみれも含めね、大乱闘スマッシュブラザーズみたいでしたね。レイナちゃんもめっちゃジャンプしてたよね。いやでも最初してたんですけど、だんだん疲れてきちゃって、ね、桜井さんの方がすごいジャンプしてました。横でレナちゃんの横でジャンプしたんですけどね、はい、もう最後死に物狂いで私はねジャンプしましたので。さて後半はですねラベンダーのことをまたねじっくりお聞きしたいんですけども、ここで一曲おかけしようと思います、ご紹介お願いしてもいいですか。はい、それでは聴いてください。ラベンダーでたどり着いたらいつも雨降り。東京ナンバーワンかわいラジオかわラジ、本日はですねラベンダーの田中玲奈さんと魚住ゆきさんにお越しいただいてお送りしてます。後半もよろしくお願いします。ラベンダーね、なんと5ヶ月ぶりの、ね、出演になるんですけども、はい、はい、この5ヶ月間どうですかバンドの方は。ライブがもう始まったりとか、はいはい、です。なるほど。やっぱりこうバンドとしての、田中玲奈にだんだんなってきました。どうなんですかね、うん、なんか変わってないかな。変わってないかな。あれのねストレートなところはレイナちゃんで感じるんですよね。はい、はい、うん、ゆきちゃんどうですか。そうですね、うん、ギターは、まあ、私はあのライブツアー前はずっと地下活動をしてました、うん、はい、お家でずっと引きこもって引きこもるギターを弾いたり、はい、アニメを見たり、はい、はい、そんな感じで。ギターやってらっしゃる方とかって結構お家の作業が多いですよね。そうですね、引きこもり体質の人が多いんですよね。もう一人 の, あのギターの宮沢麻里も、うん、彼女も引きこもり体質であまり日光に浴びないせいか色が白く不健康。本当地下が似合いますよね。そうですね。やっぱ作曲とかコツコツやるもの多いですよね。そうね、まあ、あとこれあの打ち込みプログラムとかさ、いろいろこう ね, うねやってったりね、することも多いので、ついアニメ見ちゃうんですよね。そうなんですよね、パソコンがあるともうなんかいろんなもの検索しちゃって逆に作業が進まなかったりしちゃうんですよね。確かにね、確かにね。そうだから意外にね本当アニメに詳しいんです。そうなんですね。でなんと我らがパーソナリティですね、はい、上坂すみれのですねニコ動をですね、はい、あのゆきちゃんがあの、まあ、松戸のライブでも話したんですけど、はい、なんと見たってこと私はブログで発見してしまいましてですね。ありましたね、はい、ね、どうですか見られちゃいましたよすみれちゃん。私の決起集会の様子を見てありがとうございます。いや私はあの赤いサイリウムを振ってウラーと言いたいです。あの現場に行きたくてしょうがないです。今度来てよ、今度来てよ、2人で来て来て、はい、ください、ね、行きたいです、ね、一緒に赤いサイリウム振ろうよ。見たいですね、もうでもサイリウム楽しいんだよね。俺ラベンダーのライブでサイリウムに目覚めちゃったから。うそ、本当ですか。そうそう、あの一緒に行ったですねあのね友人にサイリウムを貸していただきましたですね、はい、紫のサイリウムって普通にありますか、うん、あんま見ないですよね。なんか珍しいですよ ね、 ね、あれ、まあ、キンプレには入ってない気がする。14色出るらしいよ最近の。本当ですか、すごい変えれるんですよね自分で。そう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 、7色サイリウムだったんだけど、振ったのは増えた、すごい
すごい国だなと改めて思う、うん、本当にサイリウム文化発達してます、はい、ラベンダーのライブでサイリウムに目覚めたんです。さてそんなにスミレがね、レイナちゃんにいろいろライブやらなくちゃいけないじゃないですか。はい、散々僕たちはモーニング娘。としてのライブをね、はい、レイナちゃん見てきたわけ で、はい、でその後ラベンダーも見たわけで、はいね、これから見ていくじゃないですか、はい、ちょっとライブの心得聞いてみたりしない？あ、心得、うん、なんかそのそれで見てて本当すごいなって思ったのが、1階から3階までまんべんなくこう煽ったり、うん、コミュニケーションを取るじゃないですか、はい、あれってこう無意識にこう意識しないでやってるんですか、それともこう次ここ見た、ここ見たから次ここ見ようとかあるんですか？あ、今はあんまりここ見たけん次あっち見ようとかないんですけど、うん、やっぱモーニング娘。に入った当初に、なんかよくダンスの先生に上が見れてないみたいな感じで注意されたりとかするんですよ、新人の時って。でそれでなんかやっぱだんだん上を意識するようにして、やっぱ緊張したりするとちょっと下向いちゃうじゃないですか、だけどやっぱそういう癖を最初にダンスの先生がなくしてくれたりとかして、でそういうのが身について、なんか今じゃなんか何回な見てあげようって思うのが、自分がそのモーニング娘。のライブとか、まあ、友達とかのそのライブとか見に行った時に、あのそのモーニング娘。の見に行った時まだ一般人だったんですけど、その時にちょっとでも後藤さんの顔がレイナの方をこう向いてくれただけでも、もしかして目合ってないかもしれないけど、あ、見てくれたみたいな気持ちになったんで、そうやってこう3階席とか遠いじゃないですかステージが、うん、に顔の方向だけでもこう向いてあげると、うん、あ、目があったとかってなんか思ってもらえて、今日よかった楽しかったと思ってもらえたらいいなと思って、うん、なんかこう見てないところがないようにしようって思ってやったりします。じゃあそう思う気持ちが自然にこう向くのかな。そうです ね、 ね、もう全員を見てあげようみたいな、そういうのが、うんうんうん、なるほどね。さてこの番組ではですね、番組タイトルにちなみましてゲストの皆さんにも一番可愛いと思うことをお聞きしているのですが、2度目になります、お二人のナンバーワン可愛い今何でしょうか。まずはレイナちゃんから。はい、レイナは今弟です。可愛い弟、弟さん、レイナ今日弟の夢見たんですよ。おで、なんかすごいなんか泣いちゃって、起きた時に、今高校2年生、あ、うんうん、あ、そう高校2年生なんですけど、夢に出てきたのは5歳ぐらいの弟で、なんかレイナのこう何 T シャツの裾を掴んで、なんかもう離れないでみたいに言ってきたんですよ、レイナに。かわいい。え、なんだと思って、でも今弟5歳じゃないしなって思って起きた時なんかすごい切なくて、なんか一生家から出らんどこって思っちゃったんですよ。なんかそれ、あ、違う、あの外出しないとかじゃなくて、はいはい、変になんかこう一人暮らししたりとかせずに、なんかできるだけずっと家族と暮らそうって今日思ったんですよ。あ、そこ思いだ。いろんなことがこの数日レイナちゃんにあったんだね。ゆきちゃんはどうですか。そうですね、最近サバ味噌が、私サバ味噌、サバ味噌がとても愛おしいです。かわいいサバ味噌。はい、缶詰も大好きで、うん、あのレトルトな感じでパックされてるやつも今売ってるんですよ、缶詰じゃなくて。それも美味しいんですよ、ね、どこで売ってる、スーパーとかで、コンビニでも全然売ってますよ。そうか、はい、サバ味噌って定食とかではね、そうよく食べてるけど ね、あのサバが大好きで私、うんうん、あのサバ缶を見つけたらとにかく買いまくっております。体に良さそう、ね、サバは体にいいんですよ、冬旬ですね。あ、そうなんですかね、サバって冬ってサバかな、あ、サバ、なんか油乗ってそう、油乗ってそうな気がする、でも冬なんじゃないきっと。あ、冬なんですね、うん、サバってさ、どこだろう名物って、新潟か。あ、そうなんですか。京都のサバ寿司とか有名だよね。サバ寿司、うん、ありますね。あとサバカレーっていうのを食べてみたくて。サバカレー、そうなんですよ、缶詰で見つけて頼もうと思ったんですけど、案外ちょっと高くてお値段が張るので悩んでいるんですよ、ね、サババーガーってなんか出てるらしい。そうなんですよ、サババーガー、そうなんですよ、サババーガー、いいですね。パンに挟まってるんですか。そう、嘘、パンなのかな、パンじゃないの、ライス、ライスパンみたいな、某あのバーガー屋さんで、もライスバーガー、もも、ね、から出てます、はい、あ、はい、そうった、へえ、ライスバーガーなんだ、それは美味しそう、パンじゃないんだね、ライスなんですよ。確かにパンとサバは、ね、ちょっとあれですよね、ぐちょぐちょになっちゃうよね。確か油まみれですね。そうね、それはあのあれだね、あのサンドイッチに挟まれたあのぐちょぐちょになったトマトが嫌いな、いや、やめてくださいもう、ね、やつですね、同じパターンだよね。サバ皆さん食べましょう、はい、サバ大使とかに指名してもらえばいいよね。あ、ぜひ、サバ大使、それやばい。
何の仕事するの？サバ食べまくればいいんですかね。いやこれあるじゃん、これなんだこれ、いちご娘とかさあ、ね、ラベンダー兼ラベンダーギタリスト兼サバ大使とか、サバ、サバ娘とかさ、なんか響きがなサバ娘いいじゃん、新略サバ娘、ね、ぜひあのサバ業界の人はですね、よろしくお願いします、その話を聞いていたらぜひご連絡をいただければと思います、はい、お願いします、はい、そんなこんなです、名残惜しいんですけども、そろそろ別れの時間となりました、ラベンダーの活動予定をお話しください。はい、今ツアー中なんですけども、12月の26日に、最終日ですね、恵比寿リキッドルームでコンサートをやりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。そして1月18日からはですね、ミュージックフェスタというアップフロント の、 あのアーティストがいっぱい集まったイベントがあるんですけども、これラベンダーは5カ所出ます、はい、ぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。見れば我々も行こう、行きます、ね、では最後にですね、もう一曲聴きながらお別れとなります。曲紹介お願いいたします。はい、それでは聴いてください、ラベンダーで雨上がりの夜空に。ということで今週のゲストはラベンダーの田中玲奈さんと大泉ゆきさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょく来てください。はい、